さあ変わってはエリアの話題をお伝えしますわが町レポートのコーナーです。今日のラインナップこちらです。どうぞ。さあまずはイオンモール宮崎で開かれました秋の全国交通安全運動の開始式の模様を。続きまして宮崎県高校高等学校総合文化祭の総合開会式の様子をお送りします。それではご覧いただきましょう。どうぞ。イオンモール宮崎で秋の全国交通安全運動の開始式が行われ交通事故防止の徹底を呼びかけました。これは県民一人一人に交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけてもらいたいと9月21日に始まった秋の全国交通安全運動に合わせて行われました。はじめに宮崎県交通安全対策推進本部本部長の河野知事から県内の交通事故と人身事故は例年に比べ減少していますがこれから日没が早くなり事故が増えてくる傾向がありますと交通事故への注意が促されました。その後宮崎県警察音楽隊による演奏に合わせて宮崎県のダンスが披露され会場は和やかな雰囲気に包まれました。式の最後には反射材などの入った防犯グッズが配られ訪れた人に事故への対策を呼びかけました。秋の全国交通安全運動は9月30日まで行われます。一人一人が交通ルールを守り交通事故ゼロを目指していきたいですね。宮崎市のメディキット県民文化センターコンサートホールで第40回宮崎県高等学校総合文化祭の総合開会式が開かれ9日間にわたる祭典の幕が上がりました。今年の総合文化祭は見せよ文化の心飛び立て和光堂40年の歴史とともにをテーマに開かれます。この日は午後1時過ぎから式典があり大会テーマやポスター原画の表彰式などが行われその後にオープニングイベントを開催。宮崎北高校放送部による総合文化祭の40年の歩みを振り返った映像の上映に続いて県央5つの特別支援学校生徒による演奏がありはつらつとした歌声を響かせていました。また6校の音楽部で結成された合唱団は県の民謡日向小引き歌を披露しホール全体を包み込む豊かなハーモニーで会場を魅了しました。オープニングの鳥を飾った吹奏楽はミュージカルレミゼラブルから6曲をメドレーで演奏。総勢およそ80人のオーケストラがダイナミックで躍動感のある曲などを奏で最後の民衆の歌には宮崎農業高校生によるカラーガードや合唱も加わり迫力ある演奏で開幕に花を添えました。県高校高等学校総合文化祭は29日土曜日まで宮崎市民文化ホールや宮崎市民プラザなどで行われ21部門におよそ4600人の高校生が参加します。はい、では振り返っていきましょう。はい、まず1本目秋の全国交通安全運動の開始式が行われましたよというトピックでございましたけれども、はいはい、まあね火曜日とかは交通安全にまつわるようなコーナーもあったりとかしてますけれども、はい、まあ当たり前のことなんですけどね、はい、まあその左右の確認をね横断歩道を渡るときするであるとかかもしれない運転であるとかでもそういったことを何かこうちょっとしたときに忘れがちになってしまったりっていうのが大きな事故につながってしまいますから、はい、改めてそこの意識をしないといけないなというところですね。でグッズがいろいろと配られたっていうまあ、こういったものも結構たくさんこう配られて、例えばですねこう分かるかなこう宮崎県のキャラクターのこう交通安全を促すようなですねこういったまあストラップであったりとか、はいまあ、あとこちらあるのはまあこうもう大事ですね反射材とか、まあ、こういったグッズもありますのでね、まあ、例えばこういった反射材とかはねやっぱ夜中歩いたりするときは必要なグッズでございますから、はい、やっぱ身につけなきゃいけませんね。素敵なセットですね。そうですね、エコバッグとかも入っててこれいいんですよ。あこれですね、はい
続いてお送りしましたのが宮崎県の高等学校総合文化祭の総合開会式の様子なんですけれども、ここにも青春がありますね。そうだね。今から9日間にわたって29日土曜日まで開かれるということで、それぞれのみんな目標があると思うんですよ。21部門におよそ4600人の高校生が挑戦するということで、はい、それぞれの目標を達成するべく全力を出し切って頑張ってくださいね。はい、以上お送りしましたわが町レポートのコーナーでした。